中条清はクズですねこういう老人また老害と言わざるを得ません私もね年齢を重ねた方には敬意を持って接したいんですけどもとてもじゃないけどこういう人に敬意を持ってしまうと一体お前は誰の味方なんだってことになりますよねまあとてもじゃないけどもこんな人の味方はできません中条清どんなクズぶりを発揮したんでしょうかまさに老害早く消えてください どんな発言かと言いますと今度はね年金なんていらない払わないっていねこれを国会議員が言うわけですよまあどういうことなんでしょうね国民は年金を払ってますよもしかしたら自分はもらえないかもしれないでも国民の義務だからといって少ない給料の中からなんとか払っているそんな多くの若者がいる中でお年金なんていらないよ払わないよ国会議員莫大な歳費をもらっていながら 年金なんてね、ちょびっとのはずです。払わない。しかもそれがバレたら、年金いらねえよ。払わねえよ。いやいや、国民の義務として払うもんなんじゃないですかどうなんですかしかも、この方は、一体誰のお手本なんですかあ、維新か。維新ならしょうがないね。まあ、くず国政政党維新ですから、まあ、こういった人間が出てくるのも、いたしか方がないかなと思います。でね、記事にはこういうふうに出てます。昨年7月の 参議院比例代表で初当選した歌手で日本維新の会中条きよし参議院議員76歳 <laughs> 年金未納の疑いがあることが「週刊文春」の取材で分かったえガーシーじゃないのガーシーこういうの挙げてくれないとねガーシー対文春ですから今ねえ期間は数十年に及び、えー、蓄積したあ未納額は750万円になると見られると歌手として儲けてらっしゃるんじゃないですか 国会議員としして設けてけらっゃゃるんじゃないですかこの前はね、国会議員の質問中に、自分のディナーショーや CD の宣伝までして、どういうことですか、この人は。もうこういった人間がね、日本をダメにして、日本を駆逐して、そして、若者の車離れだと。若者の最近のやつは酒飲まねえなと。ね。若者がなかなか結婚しないから、少子高齢化が起きてるお前らのせいだ、みたいなね。この前もそういったどっかの副捜査いましたけども、 崩れずでにこの人も今回クレジットされることになります。中条清志さんなんで国会議員になったんですか恥書きたいんですかあなたの仕事は年金を払わないことなんですかさようなら。